はい、こんにちは。しゅんでーす。さあ、昨日のトマムに引き続き、はい、今日は軽くバックカントリーに来ております。まあ昨日もお話した通り、ピッチさん、まあほぼほぼ 初に近い感じでバックカントリーということで、今日は楽に登れる老山熊見山また来ております。めっちゃ天気いいっす。晴れ女言った雨女が言ってます。さあ、まあ天気もいいんで、また今日はバックカントリー楽しんでいきましょう。はい、行きまーす。行くぞスニア。いいか、なんか背負ってるし二人いるみたい。登り終わり。めっちゃ綺麗。日照峠がめっちゃ綺麗。あっちの山です。イエーイ。イエーイ。標識ないけどピーク。はい。イエーイ。山頂。
リフトってすごい。もう遅いって文句言いません。あのたまに遅い日あるじゃないですか、リフト。それに今までピーチさんは文句言ってたそうなんですよ。あるとが早いんだって言ってたけど、もう言いません。もう言わないそうです。はい、今青木ゲレンデを上り返しです。なんか今日もハロっぽい現象が起こってます。まだまだ上り返し。あ、来ました来ました。79、一気に減るんだ。もう行こう。はい。寒いから行こう。頑張って頑張って。はーい、いつだMTB ライダーピッチさん、初めてのスクートに挑戦、どうぞ。急にまたかった瞬間怖いのが言ってる。おさすがさすが MTB ライダー、おさすがマウンテンバイクライダー。どうですか。無理です。無理なの。私にはでも楽しいかも。はい、片付けましょう。ただいま。いや、青木ゲレンデめっちゃ良かったね。いや、気持ちよかったね。でもさすがビッチさんはね、バックカントリー慣れてない、スノーシュー慣れてないって言っても全然普通に登ってるし。自宅療養下回ってないし。にもかかわらず毎日10キロランしてる人ですからね。さすがね、足腰がやっぱすごい。このために頑張った。このためにのこれやっちゃうね。まあ結果オーライですね。さすがすごいです。まあ、まあ今日は、まあ、シーズン的にはピッチさんはバックカントリー初ということでしたけど、なんか話の流れでまたすぐバックカントリーに行くような空気に今なってます。中毒性がありますね。ですね、うん、お気をつけください。まあ今日はすげえ楽しかったなということと、まあ、また次にね、まあ、直近でバックカントリー行くことになりましたんで、また動画上げたいと思います。はい、じゃあ今日はローザン熊宮山、はい、バックカントリーでございました。はい、じゃあまた次の動画で皆さんお会いしましょう。さよなら。バイバイ。